1937年12月27日の警報局図書課のジャーナリストとの懇談会の結果、宮本由里子。1937年12月27日、警報局図書課がジャーナリストを集めて懇談会を開く。その席上、ジャーナリストが自発的に執筆させないようにという形で執筆禁止をしたもの作家では中野重春、宮本由里子。 評論家では、岡国夫、登坂淳、鈴木康造、堀誠、林要の7名があった。ますますその範囲を拡大するという風評と、図書課長団として同様の意向の漏らされたことは、事実、指名をされなかった久保川夫妻などの執筆場面をも封鎖した結果になっている。1月17日、中野茂治と自分とが内務省警報局図書課へ、 事情を聞きに出かけた。課長は数日前に更迭したばかりとのことで事務官が会う。大森吉太郎の場合を例にとって、なぜ彼の映画辞表までを禁じたかという今日における検閲の基準を説明した。それによると、例えば大森氏はその辞表の中に、日本の映画理論はまだできていない。しかし、と言ってプドフキンの映画理論に触れている。 大森氏がプドフキンという名を取り上げた以上それは日本にどういう種類の映画理論を作ろうとしている意図かということはこっちにわかるのだそうであるまた同じ映画辞表の中にある日本映画について農村の生活の悲惨の現実がある以上それを芸術化する当然さについて言っているがこれは悲惨な日本の農村の生活はどうすれば幸福になれるかと言っているのだという意味がある したがって映画辞表であっても人によっていけないというわけでうんぬん。内容による検閲ということは当然そうなのですが、人民戦線以降、牢口になって文字面だけでは捕まえどこがなくなってきたので、うんぬん。一番悪く解釈するのです。本年は憲法発布50年記念にあたる年である。2月11日には大祝祭を行うそうである。その年に 言論に対する政策が一歩を進め、こういう形にまで立ち至ったことは、実に深刻な日本の仏像を語っている。常識の判断にさえ絶えぬ、無理の存在することが、執筆禁止の一事実でさえ、最も雄弁に告白されているのである。我々に加えられた執筆禁止の反響は、急速かつ信頼であった。3、4日後の朝日に、谷川哲三氏の書いた、 年頭、神宮参りの記事は、一般にその膝のバネの脆さで感銘を与え、しぐれ女子も賢い形で一応の挨拶を行った。人民文庫の解散は、武田林太郎氏としては、3月号をちゃんと週刊号として行いたいらしかった。人民社中の日歴の同人、荒木隆など先頭に立って、もしやられたら僕らの生活を保障してくれるか、と武田に迫ったよし。 荒木君は中学教師となっているそんなことできるものかじゃあ解散しろそれで急に解散したよしである武田が荒木にでは君がさっさと脱退したらいいじゃないかと言ったらそれは困ると粘って解散させたあたりなかなか昭和文学史の興味ある1ページである徳永素直は過去の著作の絶版を新聞に公表した話によると 徳永素直という名を捨てる。そして、通俗小説を書く。再び情勢が良くなっても、決して舞い戻らないという決心を持って、間宮氏に相談を持ちかけたよし。そうまで決心したら、それもよかろうと言ったら、それはぐらりと変わって、生命となって現れた。森山圭さんも絶版になさるそうですね。へえ、そんな本があるのかい社会主義リアリズムが気になっているそうです。 文芸家協会へ行って様子を聞いてみた。予想通りである。大体いい今回の執筆禁止は分断を強く衝撃したが、全般的にはどこやら予期していたものが来た。その連中はやむを得まい。かえってそれで範囲が決まって少し安心したような気分もあり。だが、拡大するという威嚇でやはり不安、動揺するという状況である。文芸家協会の理事会は、 その動揺さえ感じない。ますます我が身の安全を感じて安心している種類らしい。したがって生活問題としてもはっきりそれを取り上げる気組みは持っていないと見られる。文学者の問題として声明を発表するなどということは存じもよらぬ程度である。